どうもしゅんです。こんにちは。今回は難関企業内定の登竜門ジョブトラという就活イベントに参加します。ジョブトラというイベントはビジネスゲーム型のワークに参加する就活生のイベントになっております。実際の優秀者の方にはその場で企業さんからスカウトが来たりもするそうなので、すごい楽しみです。ということで今回はしゅんダイアリーによく出ている高橋さんという就活生に参加していただいて、実際のリアルな様子を皆さんにお届けできたらなと思ってます。ということで行ってきます。おはよう、すず。おはようございます。今日はですね、就活イベントジョブトラに参加してもらうんですけど、オフラインでの就活イベントは初めてですか？初めてです。就活イベント自体が初めてですね。ちなみに就活イベントに期待することとかってありますか？就活生の友達が増えたらいいなっていうのと、これ評価されるって聞いたので、自分が今どれぐらいの実力なのかなっていうのを知りたいですね。意気込みは何位ぐらい取れそうですか？なんか順位決められたらしいんですけど。1位頑張ります。その息だ。はい。じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。はい、宮下です。羽根氏です。羽根氏ひなたです。やばい、なんか初々しい。初々しくてなんか眩しいわ。さあ、なんか新刊の最初の時みたいな感じだよね。ここでいかに仲良くなれるかがグループワークなので結構重要な気がする。そうね。はい、それでは次4社目でございます。ディルバート様でございます。ディルバートさんです。はい。はい、皆さんよろしくお願いいたします。株式会社ディルバートと申します。第1部お疲れ様です。企業さんのランキング1位から6位までつけるってことだったんだけど、すぐ決められた？結構すぐ決められた。あ、本当に？すずはどういう基準で会社の順位決めたの？やってる事業に自分がやりたいことが合うかなっていうのと、普通にプレゼンが面白かった。プロフィール入力は必ずね、済ませていただかないと投票画面に映れませんので、ご注意ください。こんな簡単に投票できるんだね。携帯です。すごいです。すごいね。で、ルールブックの4ページ目をご覧いただいてですね、初期アイテムを確認しましょう。まず企業能力カード、それから製造カード30枚、でまだ手元にないアイテムでコマって書いてありますけど、コマはもうすでに配ってます。だから使うのは2機ですけど大丈夫。面白そうだね。足りないものがあるチームは手を挙げてください。最終的に最も多くの資金を持っているチームが今日優勝です。皆さんはアンドロイドを製造販売している会社の一員です。うちはこれを作れるってことだから、そうですね、だからこのこれを必要としているところにその交渉の仕掛けを、酢がこちらが作り出せる色を求めて、これ今何の時間？行動タイムって言っていろいろポイント集める時間じゃない？ばっくりしすぎだ。でもこうやってね、時間制限の中、結構駆け足でね、いろんな場所に行って交渉したり購入したりいろいろしてるね。応援しに行くか。頑張れ。必死だね。忙しそう。これは仲良くなるわ。ねえ、就活してなかったらこういうのないよね。すいません。フィンランドチームなんですけれども、イエローフレーム余ってる方いましたら、ぜひ、素晴らしい。素晴らしい。そういうパターンもあるんだね。こういうマイクの使い方。すず、マイク、来た。見られて。ちょっと見られてて。すず、ここ大事よ。頑張れ。うるさいな。ガン無視されてるよ。真剣勝負だからね。ずっとデスクワークだと思ったらさ、こんなに動き回るんだね。ね。すずあんな全然違う席まで移動してる。ね。
何してるの？しかも他のグループの人と絶対話さなきゃいけないんだね。ね。これは就活のさ、リクラブとかが生まれる理由もわかるね。わかるね。ね、就活友達って人だね。ね。ズームとかだったら仲良くなりにくいもんね。なりにくい。ご飯とか行けないじゃない。そうね。就活というのを名目にいろんな人と仲良くなれるっていう点ではね、いいね。ね、名前も大学名も分かってると、オープンチャットとかとも違うし、信頼性が上がる。いや、そうね、うん。相手の顔が見えるっていうのはでかいよ。大きいよね。から待っててください。ハイタが前回でしたっけ？世界でかける何ってありますよね。はい、それでは風景を重ねましょう。使った方もいますけど、嘘、難しかった。間違いなくですね、今期最高ですね。ルールが理解できない。売上が非常に高いの配当額、はい、アンドロイドの売上金額、うん、一撃の特定計算お願いしますね。ルールが勝つんですけど、おースズはなんかどんな貢献ができた？特に笑顔、特定計算シートないチーム、みんなができてるの、すごい。現金増加、現金増加の動きというか、なんか合計か、同じチームだった子たちです。仲良くなりました。早っ、どんどん仲良さそう。久美です。久美ちゃんどうでしたか？もう想像してる以上に難しくて、まあ、でもこの4人だったからちょっとなんか話しやすくて、それは良かったです。めっちゃ難かったけど、なんか4人で助け合いながら乗り切ったって感じです。この2時間ぐらいでそんな仲良くなるんですか？慣れた慣れた。あっち行ってあっち行ってみたいな、あこっち行くからみたいな楽しそうで良かったです。楽しかった、楽しかったです。チーム水色さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。こんな結果に。はい、ということで、圧勝 D チームです。おめでとうございます。すごいね、すごいね。マーベラスのスコアですね。スズのチーム何チーム？ D チームは190ゴールですね。はい、2位が F チームでしょ。映像できる A チームと5製品まで製造できる B チームがいるとします。それぞれのチームで30製品を製造販売することとします。 A チームは30個製造するために運営と10回もの取引が必要でした。スーツもらった？フィードバックシート、どうだった？良くない。順位とか出るの？え、特別選考区、書類選考免除じゃん。良かったね。順位もね、うん、ちょうど半分以下ぐらいでね悔しいね、うん、いやでもこの気持ちを忘れずに、はい、リベンジ、うん、リベンジしたいです。うん、はい、それでは学生の皆さん、一旦ご起立をいただきまして、で企業様の方を向いてありがとうございましたと元気よく挨拶をして終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。イベントお疲れ様でした。高橋さんの方に特別招待みたいなところをいただいたということで、そのいただいた企業さんにちょっとお話を伺えるということで時間をいただきました。ありがとうございます。はい、高橋のどこが良かったかと、あと改善すべきポイントとかがあったらぜひ教えていただきたいなと思うんですが。わかりました、はい、私たちが見てるところっていうのは、はい、チームですごいこうリーダーシップ発揮してたとか目立ってたっていうところよりは、チーム全体が円滑にこう進むようにこうチームのメンバーをこうサポートしてたとか、まあ、そういったところを結構チームワークでは見てました。なのでそこら辺ちょっと高橋さんポイント高かったかなと思って、うん、今回ちょっと特別選考枠、うん、
とさせていただきました。あ、じゃあ全員に出してたわけではないってことですか。全然そんなことではなく、よりすぐって出させていただきました。嬉しいです、ありがとうございます。ちなみにその特別選考パスっていうのは何が免除になるんですか。書類選考が免除になるので、なのでもしあの弊社に興味をお持ちいただいてエントリーいただけた場合は、書類選考なしであのすぐに一次面接に進んでいただけますので、ぜひちょっとお話しできればと思います。よかったねお疲れ様です。イベントどうでしたか。イベント楽しかったです。どういうところが。友達できました、いっぱい。おお。あと成績はねめっちゃ悪かったんですけど、うん、評価されることなかなかなくて、うん、自分は反省する機会になったかなって思いますね。明日からどういうアクションにつなげようと思いましたか。今日もらった評価で自分の足りないとことか、あと企業さんに言われたダメなとことかあったので、そこ直していくようにしたいのと、うん、あと積極的にこういう場所に参加しようと思いました。おビジネスモデルを学ぶとか、そのフレームワークを生かして何かやるとかって普段の生活なかなかできないので緊張するんですけど、こういう場に来て実践していこうというふうに思いました。頑張ろう。またリベンジしたいです、はい、頑張ります。お疲れ様です。お疲れ様でした。ということで、やっぱオフラインのイベントめっちゃいいなって思いましたね。僕は見学だったんですけど、オフラインだから横のつながりができたりとか、企業さんと仲良くなりやすかったりとか、雑談が生まれたりみたいなところを久々に感じたので、ぜひ皆さんにも体験してほしいなと思いました。この動画を見てジョブトラに興味を持った方はぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。ということで、ありがとうございました。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や、面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。